皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、リターナ本部から脱出するところですね。で、源氏のコテをとりあえずもらったんだけど、誰に装備させようかというところで、ただマッシュがね、二刀流できない、物がないっていうのに気づいたんで、とりあえずほっときます。まあ大丈夫でしょ、別に。で、ティナは多分武器的に二刀流できるけど、まあ、魔法があるしね。さあ、この言い方でナルシェ行こう。バナを守りながらナルシェに向かいます。バナが戦闘不能になった場合ゲームオーバー。あ、後ろに下げておいた方が良さそうだな。ちょっと待って、メニューが開けない。なんか途中どっかで、途中下車できた気がする。で、マシどうすんの？こいつ祈るでいいや。それなりにダメージ食らうよな。ナッシュがその鳳凰の前があればいいんだけど、多分超回復するんだけど、こんな回復したっけ。そこら辺調整されてんのかな。ゲッチョイや、3発食ったら死ぬぞこれ。バナンとかポーションとかも買っておいた方が良かったかな。どっち行く。もうこれはさすがに分からん、どうやっていけばいいのか。これ敵固定だっけ。ファイヤー、まあまあまあだと思うよ。いや、祈るやべえなこれ。え、つえウィングってなんだっけ。なんか何にもなってないんだけど、マッシュの攻撃普通に強い。ようやくレベル9とかなんだ。まだ、まあ、序盤も序盤だからね。動画的には第3話だから、早くバナーを後ろに下げたい。ほとぼかん、エドが後ろに下げていいな。一回祈るで回復して、うんうん、まあまあまあ単品火力もまあまあだな。すごいバランス能力がすごいよね、イカダの。でもイカダでかいな、こうやって見ると。普通にかなりのイカダを用意したな。そりゃこのなんだ、川っていうか急流を下っていくにはそんなしょぼいイカダとまず無理だよ。で、ちょっと全然やばい、バナ狙われたらかなり危険だ。ってかティナのガー死ぬ、次食らったら死ぬぞ。ティナのマジックパが足りん。オートボーガンとバイオブラスターってどっちがいいんだ。そもそもずっとオートボーガン使ってるけど、ちょっとバイオブラスターに変えてみようか。セーブポイントで、ここは寝袋だな。ティナ一人だけ寝る。で、並び替えでバナを下げる。で、エドガーも正直機械だから一緒。ティナももう魔法だから後ろに下げよう。よし、これで OK。 これ寝袋でティナ寝てる間さ、他の3人何してんだろうね。見張りかな、まあ、一応モンスターが出そうだから。女の子が寝てる間に男どもが見張りをするで、祈るでしょ。ちょっとバイオブラスターでしょ。オートボーガンに毒が付与されるっていうくらいの威力かな。104、なんかそんな感じだな。しかも毒になんないし、これ上なんとなく特に理由はない。マッシュもうちょっとレベルが上がってればな。ひたすらでも4の前ってそれなりのレベルだよね。割とレベル上げて、あ、毒になってるんだ。毒になってるかどうか分かんなくね、これ。バイオブラスト弱い気がする。飛んでる敵とかにはオートボーガンの方がいいのかな。なんかこれ戻ってきて大丈夫。必殺技、いやないよー。オーラキャノン、オーラキャノンってどうなの。241、
いや言葉が強えわ普通に。いいね。え、これさ戻ってね。ここで永遠に戦いを繰り広げることになるかもしれない。強い。しかもオートで流してるからコマンド入力もないしね。それは楽だわ。あ、そうだな、左から行くか。じゃあこの洞窟の中に入らないといけないのか。オーラキャノンで一人まず殺せるからな。まあ、ファイヤーでも殺せる。で、また。あれ、なんか、これ回復ポイントっぽくない？このバケツ。なんで？聖なる水でもあんのかな？うん、とりあえず回復はしてるね。ありがたい。ただこの先はボスか何か出てくるのかな？オルトロス。いつ出てくるんだっけ？てかホルトロスってそもそも何者なの？ファイヤー、これで決まるんじゃないか。決まんねえし、なんか無駄だな、ファイヤーの全体攻撃は。じゃあ単品で一人確実に殺してった方がいい気がする。でこれは流されんね。もう執着っぽい。マジでモンスター多いな。まあ、バナナが祈ってればとりあえずなんか祈りのミスみたいなのがないか。祈りは天に届かなかったみたいなさ、 FF4 みたいなのはなさそうだな今のとこ。来たタコ。なんだなんだ、本当になんだなんだだよね。で、ファイヤー必殺技はどっちがいい？オーラキャノン。なんか失敗したくない今。コマンド入力のこれ反撃してくるっけ。キー入力ミスやっぱりな。なんかそんな気はしたよ。言葉が200超えるんだ。可愛い女の子。はい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 、それでいいのか。タコ足いった。あともうこれ流すだけで。炭の反撃だったら全然楽だ。タコ足反撃とかだとかなり厳しいけど、2回連続で食らったら死ぬからね。筋肉もりもり嫌いだ。タコ足150やばい。まあ魔法は普通に関係ないし、いけ、おなかの300男が祈る。でもこれだとマシ全開しないよね。やっぱり全タコ足。炭すら防御できるんだ。結構耐久力あんな。オーラケノンか。だってこれミスんの？サングラスかけてるけど400消えた。グエやったか。手応えがない。水中に潜っただけかも。足に何か。なんでさみんな端にいるの。もっと真ん中に行けよ。必殺技でバラバラにしてやる。これで飛び込むのもすげえよな。心配はいらん。元気よく飛び出してくるだろう。どうやって飛び出たんだこれ。元気よすぎたって感じ。あとは自分で何とかしろ。流れ方がすごい。ということで
バナンを護衛しながらナルシュに向かうエドガーとティナ。一人急流に飲み込まれてマッシュ。サウスフィガロに侵入したロック。というわけで物語選択。シナリオを選んでいくぽ。ここはセーブポイント。バナン、そのまま行きましょう。帝国の魔の手から逃れるべく、急流の中をナルシュに向かうバナン、エドガー、ティナ。ナルシュまであと少し。大して戦闘ないんで。これ一番早く終わると思う。敵は出る。継続して。どうしよう。まあ、ファイ、じゃこのファイヤとオートボーガンのコンビで倒せないんだよね。そう。それを考えると、でもどうなんだろうな。好きな攻撃しても、攻撃力はないっけ。ファイヤー当てても倒せないの。そんな強かったんだ、こいつ。ちょっと変えよう。ファイヤー単品、オートボーガン、祈る。これにしよう。オートボーガンなんとなく間引いといて、これで1体は倒せる。で、この後オートボーガン、じゃあ無理だよね。まあ倒せるか。ファイヤー一発で済むんだったら、それはそれでいいな。バナンの人々はそれなりに上がってるし、このイカダ下りで、このご老体は、めちゃくちゃ進歩した。置いてますます。ひたすら祈る。お前の役目はそれだけだ。だから男がやっぱり飛んでる敵の方が効くね。でこれはどこですかっていう。近いなるし、正面から入っていいの。帝国兵士、待ってください。ひどい。嘘をつけて、王様の顔も知らないの。男はこれだから好きになれない。聞く耳持たない。いやでもそれだけで済むのもまああれだよね。普通なんか通報されたりして、仲間呼ばれて、そのまま牢屋に閉じ込められてみたいな。ロックに効いている。この出っ張りをひねれば。すごい仕掛けだ。誰が作ったんだろうか。これ敵変わってない。さあ、上。ファイヤー。使うだけもったいないな。経験値もしょぼいな。そりゃそうか、最初の敵だもんね。これは逆走する感じ。こっち行けんの。行けねえし。屋根の上とか飛び乗れないんだ。炭鉱の中にはモンスターが住み着いてるよっていう。何 ?100 で死なない。ここはあれがあったとこだけどさ、道がわからん。ナルシェのガードとして雇ってもらえるかテストされる場所。間違えても黄色い光を選べば大丈夫です。なんかチェックポイントがカクカクするな、通過するたびに。ちょっとめんどくさいからそのままもう行っちゃいます。ウェアラット2体。オートボガン嫌の弾数制限がないっていうのがすごいよな。これどっちから行った方がいい。こっち行くとどこに行くんだっけ。え、わかんねえ。あ、ここがあれか。あいつがいたところだ。襲われたところ。あ、
で、モーグリーの住処がここなんだ。クボクボクボと何あっちにあるの入り口が。ここから行けるのか。宝箱ある。ルーンブレード。あれこれ取っちゃっていいの。ちょっと持っとこう。で、結局ここに出てくるのか。なんかこれ後の方でアイテム取った方がいいみたいなシステムあったっけ。黒のトリガー方式すぐ取っちゃうともう未来世界でアイテムがなくなっちゃうっていう。に来て着きましたと。バナン様、エドガー様、ティナ。なぜティナだけ呼び捨て。マシだそうだよね。ナルシェの様子はどうじゃ。帝国からもリターナからも孤立している。リターナに加わると説得してもなかなか聞きません。バナン様、フェガロー来てくれた。バナンって何、そんな顔広いの。さっき全然ダメだったのに。この子が幻獣についての答えを導き出してくれるかもしれない。住民も幻獣の正体を知りたがっていることに変わりはない。説得の仕方によってはティナを受け入れてくれるかもしれない。幻獣は救世主か、地獄からの使者か。バナン編終了。次ロックも行っちゃいましょう。サウスフィガード帝国軍の足止めに成功したロック。厳しい警戒の前に逃げ道を失っていた。これで諦める。帝国兵も帝国兵だよな。ちゃんと仕事しろよ。サウスフィガード、マインゴーシュ、ダッシューズがこいつが装備してたんだ。さて、さすがにもう順路は忘れたよ。金持ちの家には必ず抜け道があるらしいです。あ、セーブポイントがある。ここはもう窓ワーマーとかに占領されてるからね、それに見つからずに行くっていう、まあ、裏口とかそういうところを探って。ああ帝国兵がいる。倒そうと思えば倒せるんだよね、強ければ。ただ倒してショートカットになるのかな。商人しか通しちゃダメ。あ、そうかそうかそうか、あったな、そんなの。なんか商人の服をパクるんだよね。それは道具屋かな。商人といえばアーマー兵、即殺される。ロック、これ倒すんだっけ。商人ごついな。砂漠でも銃弾するのか。しかも悪名名高いんだ。何してきたんだロック。今度はいきなりさ、商人に襲われるなんて結構問答無用だよね。おい、なんてミスるんだ。たかだか商人ごときにこんな苦戦するとは。全然食らわないけどね。まあいった、こんなことやってっからさ。あれ、パクれない。いらっしゃいませ。悪名名高くなるんだよ。そうだよね、前にいるもんな。あれ、てかどうすればいいんだ。このおじいちゃんにお話を聞くのかな。酒でも持ってくれば付き合ってもよい。見知らぬやつに酒を持ってこいと。で、あ、そうだ、ここ帝国兵がいるもんね。あと行けるところとすれば、そもそものこの中。あ、そっか、でもここは、あ、だよね。必ず抜け道がありますよ、みたいな。ちょっといきなりちょっと、つまずいてんな。くれ。こいつしかも、またか。
これはあれか、思い出した、パクるんだ。盗めなかった。ちょっとオートで回そう、盗めるまで。羽根つき帽子、ついでに服、服を盗んだってどうやって盗むんだよ。ちょっと小さい、裸かった。こいつ逃げてどうすんだろう。参ったって、服着てるし、羽根つき帽子って強い、上がる。で酒はまだちょっと先か、ってか酒なんてさ持ってきてどうすんの。この人は通してくれるでしょ、商人さんだね。人を見た目で判断する、そういう子供か。まあまだ子供だからしょうがない、いずれ大人になればわかるだろう、人を見た目で判断してはいけないと。で一応ちょっと取りながら、行けるところに、あれ緑のやつってこれも下級兵士だからパクれんだっけ。もういらないよ、勝利絶対最初盗めないんだけど。盗賊の固定的なものが欲しい、ポーション、あそうだよね、手服、服はおまけ。こいつさマジでどうすんだろう。敵前逃亡は銃殺刑だぞ。いやあいつマジでやばいな、帝国兵の服パクられてさ、しかも新卒っていうか新米っていうか、いやあいつの未来は終わったな。これ他の人とかもいるんだっけ。ふん、何か、ふん、あそこは帝国兵だからか、安くしてくれ。まあ、でも帝国兵はこんなところの商売あれは買わない。ケフカの夜がそうそう鳴らして攻撃することだな。まあ相当嫌われてるよね。ここは行ってもしょうがないし、別動隊がナルシェに向かってるからすぐ合流するぞ。あのやつ服取り戻したな、スペアを持ってる、時間かすまんな。イエローチェリー、さあ酒でも飲むか。意外に人少ないね、なんかもっとみんなサボってんのかと思った。見張りの時間やめらんねえ。北の屋敷には2つ抜け道があるって聞いた。なんでこんなペラ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 喋んだこいつら。さてあとはどっから出れるか。あまた商人か、商人消すしょうがねえな。あもう一回商人さんになるか。ロック見るとやっぱロック荒すぎだろ、こんな無理やりさ服パクってさ。商人は小さいんだ、ここの町に。今のところ裸の男が3人いるからね、うろつ、まあ、あそこでぶっ倒れてるけど厳密にはだって逃走してるわけじゃん。でこっちはさすがに出れないから何も買わんぞ。あれどっから行くんだ、ここに行きたいんだよね多分。なんだお前けなるほど、ここで下級兵士一応パクれるよっていう設定か。下級兵士と商人を使い分けることができる。ただ今のところはちょっと何を仕入れればいいのかが分かんない。死んだガチで死んだんだけど、かわいそうすぎる。結構アイテムあんな。でも行けるところとすればどこだ、あとなんか意外に時間がかかる。でこいつらは買ってくんない、
一応商人になれるところではあるけど、さてさけとかゲットできんのか。なんか酒が欲しいって言ってたけど、ここ単なる宿屋だもんな。誰か酒持ってる。何も買わん何も買わん。このジジイも何もねえしな。下、あーなるほど、あそこに商人みたいな。てか泥棒だろこいつ。お前だろこそ泥は。え、しかもこれ何、盗めばいいの。羽根つき帽子、こいつはみんな羽根つき帽子装備してんだ。何にも変わってないし、そしてまた裸の男が一人放たれてこの街に。あ、酒パクってった。じいさんの酒とか、どのじいさんの酒だよ。まあとりあえずじゃあこれで酒を持ってくけど、酒を持ってくけど本当どうすんの。道はすぐ帰れるよね。なんかちょっとめんどくせえ出方しちゃったな。でこう来てこう来てこう来て、どっから来たんだっけ。どっから抜けてきた俺、もう忘れたわ。あれマジでどっから抜けてきたっけ。窓ワーマーがいるでしょ。あ、ここか。あ、でここで商人にならなきゃいけないのか。やっぱり兵士じゃダメだね。兵士で行ったらでもあの子供どうするんだろう。強気で行くのかな。酒じゃん。合言葉忘れたわ。これはどうすればいいんだ。合言葉は忘れたわ。いかな。野原雪挫折。野原帝国のスパイと舐めんな。強すぎる。振り出しに戻ると。え、マジで振り出しなの。あ、ここまでは進んでるね普通に。じゃあちょっと合言葉探そう。だってさ FF やってたらみんな野原って言うでしょ。これ完全に罠だよね。一応ちょっとここら辺とか上がったりよ。いやヒントなしでさいきなりってことはないと思うんだよな。であの子供に話しかけたらだってもうあれでしょ、合言葉言えみたいな話になるよね。えマジでわかんねえ。合言葉は忘れたわいっていうのになんかヒントがあるのかな。でもあのじいさんしか知らないよね。勘でやるのかやっぱり。まあ、挫折とかではさすがにないと思うけどさ、ってなると勇気だよね。合言葉を言ってみ、合言葉は忘れたわい。正面から話しても何にもない。ちょっともうここでしょ。合言葉は勇気、秘密の入り口。グーだね。でよく勇気とか出るよね。俺からすれば選択肢がさ3つ出てきただけだからさ、どれかやればいいっしょって感覚だけどさ、そのロックの立場からするとなんで勇気って勇気になったんだろうね。野原もそうだけどさ、貴様ら反乱軍だなって。何も入ってないになるんだ。ここエリクサーがあったとこだよね。でここに出てきて、この家を本部にしてしまった。内通者がいた。内通者って誰だろう。これど
から行くんだっけ。一応上に上がるか。普通に村長さんがあれかな。だから一番最初サウスフィガーの来た時、ああ金に目がくらんだ。しょうがないよ、金は人を変える。で変装取るか。はい、これちなみに取んなかったらどうなの。あれ宝箱か。あるなんかどっち行くんだ。ちょっとこっち行ってみよう。こっちが先へ進むわけではない。普通に宝箱。エルメス6つがなんでこんなとこにあんの。いやだってヘイストでしょ。超よくね。来てよかった。てかこんな序盤からハイパーリストとか。どうしよう、めちゃくちゃ強くなるんだけど。ダッシュズいいや、ちょっとエルメスの靴にしよう。でロック編が終わるときに外そう。次のマッシュ編でも使いたいからね。帝国の将軍、裏切り者はこうなるんだ。帝国の英才教育によって人工的に生み出された魔導戦士、幾多の戦を切り抜けてきた将軍の女としての素顔を見た者は誰もいない。セリス、上昇セリスも地に落ちたもんだな。地とは言ってないか。弱者を力で踏み潰す。ケフカ東方の国ドマを毒を用いて皆殺しにする計画を立てている。明日はどうせ処刑の日だ。殴らないんだね。そういう過激な表現はなくなったのか。倒れた。とか言ってこれは何にもない。助け出そう。お前はリターナに組みせるもの。セリス将軍だった。今はただの裏切り者。私を連れてこ。走ることができない。ダッシューズをあげよう。じゃあ仮にお前が私を連れ出しても守りきれるはずがない。潔く死を迎えた方が。俺が守ってみせる。行くぞ。脱出に役立つものをこの兵士が持っているかも。いただいておこう。フル時計のネジ、カレーライス。完全に立ち上がってるよな。最強ルーンブレード。走れないというのであれば走らせるまでよ。リターナー甘く見るな。リターナーについてくるってなったら死に物狂いでついてくるんだ。特に回復させる必要はなくないっていう。これか500円。であれなんかネジがどうとかって言ってたけど、ネジを使う場面にならない。空っぽ。あこっち、これもどういう仕掛けなの。マジで。しかもそれを帝国兵が持ってるって全然わかんない。下に宝箱あんな。アイアンアーマー、セリスだな。レザーアーマーよりアイアンアーマー。これなんか重さ的な概念あんだっけ。何見つかった。コマンダー通報されないだけマシだな。ちゃうちゃうちゃう、盗むになってるわ。あそう、セリスもね人工魔導士だからピッチするよ。そうだ、多分あれだ、ルーンブレードだからマジックパワーを消耗してクリティカルを出す。結構使うな。72からだって57と。ちょっと待って、減りすぎだろマジで。もう一回、もう一回だけ攻撃する。39。いやいやいや、ちょっと待って、ルーブレードコスパが悪すぎる。まあ、ちょっとここはもうめんどくさいからルーブレードで行くけど、もうマジックパーないよ。セリス
と6だったら攻撃力どっちが強いの？2しかない、もう。もうマジックパーがなくなってしまった。ちょ、ミスりそうだ。だいぶ攻撃力下がんな。グレートソードとかなんかそういうの買っとけばよかったかな。出た。グレートソード。ここでセリスのソードで揃うな。ちょっと下がるけどしょうがない。マジックパワーが。ケアルが使いたいんだけどな。20とか結構食らうな。やべ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 。40とか。ディクターハンド。あ、逃げてった。危ねえ。アホだ。所詮は犬っころ。そんな知能はない。ハイポーションか。ポーションの回復量も少なすぎるんだよな。で、こっちとかなんかある。もう下に行っちゃうな。サイドアタック。後ろから攻撃すると強いんだけど。回避攻守結構いいぞ。あの、回避してくれるのが、マジで、あ、上にも行けるし、下にも行ける。こっちに宝箱はない。さて、どっちへ行くべきか。いや、ミスが多いな。え、なんでなんでなんで。これ犬だからやっぱり、素早さが高いのか。盾は役立つね。厳重に装備すれば二刀流できるから火力でもそれなりになるかな。ちょっと下に降りよう。下が宝箱、エクスポーション、あの下にもありそうな。こっちの下、私回復したいんですけど。デーテルターボ、回復の泉ではない。てか早くてさ、制御不能なんだけど。ダッシュズで、左に宝箱があって、ここもベクターハンドしか出てこない。犬が放たれてんな。いいな、マーヒン越しマジでいいな、使いやすい。イヤリング、イヤリングは魔法の攻撃力がアップみたいな。これ何なの。だっけ、コマンダーが出てきた。しかし、あ、100で死ぬか。俺もマジックパーないんだよ。ロックの方が、あ、そうか、ハイパーリスト装備してるからだっけ今。そうだよね、だいぶ火力が上がるからな。どうして私を守ると似てるんだ。それだけ代わりなんだよお前は。で、これどっちから抜けていくんだ。こっちから。ちょっと一回、あれセーブポイントあったっけ。テント使っちゃおう。テントの中で二人っきり。よくテントで寝ようってなるね。二人っきりで背に腹は変えられないか。でサウスフィガロの洞窟は攻撃、ゲッ、なんか強くない、敵強くなってる。いや強え、なんだ2発で倒せない。これは魔法を使うべきか。ちょっともう攻撃しちゃったよセリス。28。てかエルメスロックに装備されてるけど、どうなんですか。そもそものポーション1個ずつ使おう。回復量50ってやっぱしょぼいな。なんだ、なんかすっげえ落としたんだけど。でここも取るもんないかな、正直。めっちゃ落とすんだけど。で魔風剣使っちゃって、魔法使おうとしたら超もったいね。これも殴るべきでしょ。さすがに魔法はもったいない。レベルアップでどっちだっけ。さっきから何の音だ。回復で倒してすぐってわけじゃないよね。イヤリング魔法アップ
で攻撃はしてるから縮小したけども、でロックはさすがに攻撃するからね、まあこれでいこう。とうとう敵が出たし邪魔だ。そうセリス後ろ下げてんだ。そういえばあんまり攻撃をしない方向性なんてセリスは。なんだ壁の中から何か無理やりだな。ディッグアーマー、ディッグアーマーだ。魔法を浴びれば跡形もない。魔風剣で引き寄せる。まあ見てなさい、こいつ何か持ってんのかな。魔風剣ちょっと一応盗んでみよう。エアナイフどうなの。こいつこれさタイミング悪くね。あ回復した、なんで超謎。ちょうどなんか魔風景が切れた時にさ魔法が来るんだけど、これあともうオートで回せばよくない。そんなに攻撃力強くないんだけど。よあ魔風景効いてたってことか。次のコマンド入力しない限り魔風景やってんのかな。サンダーまあ、あとこのパターンだな。ドリル、これ強そう。そうでもなかった。あと殴ってればなんとかなる。そうだからね、魔風剣とか最初見た時おセリス魔法剣使えんのって思ったけど全然違ったっていう。倒した。経験値持ってない。エリクサー持ってんのか。振り切った。あー装備外せなかった、マジか。いや結構もったいないことしたな。まあいいや、しょうがない。それはオルトロスとの戦いの後、イカダから投げ出されたマッシュ。ちょっと待って。そのまま行っちゃったけどさ。というところで、では、次は最後、マッシュ編やっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。